はい、こんにちは。2020年の関西学院大学の問題の公表をしようと思います。で、その公表の前に、そもそも関学の英語はね、どういうことが問われるか皆さん知ってますか？でね、結論から言うと、関学の英語はね、すごく点数が取りやすいです。で、本文はね、ある程度難しい内容、テーマが多いんですが、設問がね、非常にシンプルなんですね。で、設問ね、これどうシンプルかというと、実は文法と熟語とか、そういうね、知識を聞く問題が非常に多いんです。大問4や大問5で、まあ、文法の4択問題や並べ替え問題、まずこの辺でも力を発揮してくれるし、大問1から大問3の長文セクション、ここにも空所補充が多く見られるんですが、しっかりね、文法の基礎とかやっておけば、そのまま答えさせてくれる問題が多いんですね。ですから、漢学を受ける人はね、もう地道にね、文法と熟語とか、まあ、そういった表現をね、いっぱい知っておく。それを知った分だけ本番そのまま使えますよっていうのが非常に多いから、頑張って知識をね、蓄えてほしいかなというふうに思ってるんですね。で、今回2020年は特にどんな印象だったかって言ったら、日頃の問題と同じかそれよりも簡単だったという印象があります。で、まあ、なんでかというと、本文のテーマがね、非常に読みやすいんですよ。だから、受験生からしても内容がバンバン入ってくるから、これはね、すごいね、読みやすくて、そして日頃、いつも通り解きやすいという感じで、まあ、かなりの高得点がね、取れたんじゃないかというふうに思っています。はい。で、今回は、そんな中でも、まあね、迷った問題というかね、実はね、回答速報で割れたやつが実は1個あったので、それを皆さんにちょっとね、漢学らしい問題ですから共有しようかなというふうに思っています。では、早速チャレンジしてください。どうぞ。はい、じゃあ解説しますね。今回これ長文の一部なんですが、まあ、料理の話をしていて、まあ、それで選択肢見て分かると思うんですが、これ熟語を聞く問題なんですね。まあ、合格者ならばこの4つの熟語の意味は完璧に覚えているとは思うんですが、それ使い分けることできましたかという問題です。はい。で、今回は、まあ、文の構造としては別に難しくないと。関係代名詞でこれは何々の伝統だって意味ですね。で、まあ、文脈上大体もこの単語から、まあ、19世紀ほどに生まれた伝統だぐらいです。19世紀ほどに、まあ、トマトの話だったんですけど、ね、トマトをいっぱい使うというのは19世紀頃に生まれたんですよという話なんですね。で、今回問題を解くヒントはここ、19世紀というふうに、時が書かれてるんですよ。で、これ時が書かれてるから実は答えすぐ出るんですが、なんで回答速報割れたかって話を後でしますね。はい。で、これ19世紀頃に遡るということで、答えは B の dates back なんですね。じゃあ説明しましょう。date back、これね、 date back to 何々という形でよく使うんですね。で、この基礎知識を覚えておけば答えが出るんですよね。これ遡るって意味です。で、それに対して C、originate in、 これは何々に起源がある、遡ると起源があるということで、まあ、ほとんども意味一緒なんですよ。ですが、この問題でね、ちょっとまあ難しいというか、実際ね、僕 の、 学生にもちょっと聞いてみたら一瞬迷ったって言ってました。なぜかというと、まず1点目はこの知識の違いがちゃんと分かってないと。 date back to はここには時が来ます。まあ、デートっていうのは日付を表すので、だから遡るのも何々だっていう、ここ時が来るんですけど、一方でオリジネートイン、これは場所が来るんですね。まあ、オリジンっていうのは起源とか生まれなんで、やはりここには場所が来るということで、時を後ろに持つか場所を持つかっていう部分で、今回これ時じゃねえのっていうので、簡単にね、 B だと決まることができます。まあ、その他の選択肢先に言っておくと、 A のフォールゾーンは曜日などが何々に当たる、そして D のリースというは何々に至るとか、ね、原因と結果を結ぶような動詞ですよね。これはもう全然文脈がありません。はい。で、これね、なぜね、予備校によって回答速報若干割れたかというと、今回 date back to という形で使っていないんですよ。これ空所の直後に19世紀っていう、これ名詞っていうふうに考えちゃうと、確かにこれ、デートバックだけね、
使って前置詞を置かずに後ろに名詞っぽいのが来とったら構造上おかしく感じますね。だから知ってる熟語だけどちょっとそれをずらしてこれはダミーじゃないのというふうに考えたんでしょうかね、わかんないですが、はい。ですがこれ使い方ね、言っておくと、まあここの部分は前置詞プラス名詞のいわゆる副詞なんですよ。でこの後ろね、まあオンリーは置いといて副詞なんでね、このアズファーズが、はい、じゃあ質問ですけど、アズファーズって後ろにどんな形を取りますか。はい、普通ね、皆さんが参考書で覚えるのはアズファーズ SV、 S が V する限りっていう、まあ接続詞で押さえる、これ多いんですけど、まあもともと普通に比較なんで、この19世紀と同じくらいの、まあ遠さですよ、ね、時間的な遠さですよ、ね、今から、はい、そのね過去のこの時間的な遠さねって、まあ普通に比較を使ってるだけなんですが、実はこいつアズファーズは後ろにこうやって名詞を取って前置詞的な働きをすると、まあ主に場所が来るんですけどね、学校までとかみたいな、はい。でこう19世紀まで遡る、まあオンリーがついてますから19世紀ほどでしかないと、まあ結構最近なんだよというまあ話なんですけどね。まあこのように実はアズファーズを SV 取ると考えるだけじゃなくて、後ろにこうやって名詞を取った前置詞的な使い方みたいな、まあこういったのはね、実は参考書だけで学ぶもんではなくて、君たちは日頃知ってる表現をですね、ちゃんと辞書を引いて使い方をマスターしてますか。これはね結構時間かかるんですよ。ただ単に参考書に書いてるものを丸暗記しても感覚は基本解けますけど、はい、ちょっとこういうふうにね知らない形でずらされた場合には、まあ、これはもうその知識を深く理解しておくことに越したことはないと。ですからコツコツ勉強するのは、感覚はね、こういう文法とか熟語ただ単に覚えることはもちろん大事なんですけど、まあ、余裕があったらしっかりね辞書を使って調べてみてくださいという感じです。はい、ということで、これデータバックね、でこれ個人的にねデートバックをもう少しね、調べてみました。確かにデートバックトゥって使うイメージがめちゃくちゃ多いから、デートバックアズファーズって表現ね、これコーパスでね調べてみたところ、まあ、600件中デートバックが、まあ、大体600件ぐらいあったら、デートバックアズファーズは、まあ、12件ぐらいと、まあ、頻度はそんなに高くなかったんですが、まあ、一応使い方としてはあるということですね。はい、でまあ、ちょっと応用ですけど、デートバックトゥーの後ろって普通名詞ですよね。けどなんか一部の表現ではここに何年前っていう副詞がさらに来ると、デートバックトゥー何々 years ago みたいな表現も一応ありましたが、まあそういう細かい表現はあるんですよ。はい、まあ、ですがこれまず基本的なことをしっかり押さえておいて、まあ今回はこのアズファーアズが前置詞の働きだから、このトゥーの部分の代わりにアズファーアズに変わっただけだと。はい、ですからオリジネイトインってこれ場所なんで、はい、しっかりねここ知識を押さえておけば切ることはできたでしょうと、ということでした。まあこのように、感覚ね、空所で、まあ、熟語とか文法をよく聞いてくるから、まあ、読解の対策もめっちゃ積んでほしいんですけど、特に感覚対策として何をするかってなったら、まあ人以上にね人一倍ね、皆さんは文法と熟語とかその辺をねどれだけ量積んでるのかと、まあ本番でどれが出るか分かりませんが、そのうちの一問も皆さんは合否に関わるわけですから、しっかり対策として知識をね高めていってほしいかなというふうには思います。以上です。